はい、皆さんこんにちは、チャレさんです。イエイ、いつまでもバイクでチャレンジ、チャレさんです。イエイ、今日はね、マンションの駐車場で水なし洗車、100均で買ってきたこういう汚れシートとか拭き掃除万能とかお掃除テック、この300円でこの CB を水なしで、洗車というか綺麗にしたいと思います。それではやっていきます。まず油汚れ落としを手袋をしてやっていこうと思います。昨日ですね、ツーリングに行って、最後の2キロでガス欠になって止まっちゃったんですよ。375キロ、無給で走った最高距離かな。だいたい250キロぐらいで継ぐので、なんかチャレンジしてみたくなってやったのが間違いだったんですけど、でもね、綺麗に掃除してやってればあと2キロ走ったんじゃないかと思って。それで思い立ったかのように掃除するぞみたいな。ただマンションに今日は乗って、明日ね CB ミーティングがあるんで明日乗る予定だったんで、ちょっと自宅の方へ持って帰ってたんですが、はい、そうすると水がないので洗車するのにどうしようと、買い物に行ったついでに、はい、100均でこういうものを買って使い切ったところで300円だと思って行ってみることにします。綺麗に出してなるでしょうか。まず油汚れ落としのでたっぷり使って受けてみようと思います。取れるかな。この間 CRC でやったのはなんかいろいろケチつけてくる人も多かったね。無視してたんだけど、無視したけど。いいじゃん、好きでやってんだから。どうして人のことにああだこだ言うか。大体似たような世代が見てますからね、口うるさいですよ。あやれや。取れんね、油取れんね。そんなに汚れは取れるけど油はそんなに取れないね。ゴミ箱持ってくれる。油って言ってもあれなんだろうね、きっと台所とかの油なんだろうね。まあないよりかマシか、水が使えないでしょ。アルコール的な要素で脱臭しようとしてるみたいだな、これは。だから取れないよ。雑巾で取っていた方が早いかもしれない。まあ、いや、フクピカの方が見やすいかもしれないね。前回 CRC で拭いたじゃん。だからさ、ホコリがさ、付着しちゃってんのね。うん、あれは良くないね。はい、油汚れの方で一応軽く拭きました。ぐるりと見て回りましょうか。はい、こんな感じで、はい、今度で全部は使わなかったけど結構半分ぐらい使いました。今度はこっちのシートで拭き取ってみようと思います。はい、このシートとこのシート、そしてこの手袋、300円で水なし洗車をしてみました。ちょっと見てみましょう。
せいぜいこれぐらいにしかなりませんでしたが、まあでも綺麗になった方です。はい、この2種類のシーツを使ったんですけど、確かにこっちの油汚れクリーナーはあのホイールなんかの油汚れ、チェーンとか飛び散ったやつよく取れました。ただちょっと後でね、拭き残し、拭いた後にちょっとこう洗剤的なこうものが残る感じで、こちらはね、拭いた後が綺麗です。はい、まあ、ちょっと何が入ってか、炭酸ソーダ配合ってありますけど、綺麗にはこっちのがなりました。で、この100円のこの雑巾みたいな手袋、これ非常に重宝しました。300円で結構綺麗になるなっていうのがまあ印象です。はい、という感じでね、もう古いバイクなので、はい、という感じでね、もう古いバイクなのでそんなには綺麗になりませんけど、はい、水なし洗車シートというか100均グッズ300円でバイクを掃除してみたという実験動画でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた、バイバーイ。GoPro ビデオストップ。